先日の抽選についてなんだ。うちは当選したんだよね。うん、当選した時に来る当選番号の話と落選者への再抽選の話だ。まずは落選した場合の話。落選した人にも9月7日にメールが届いたんだよね。そうなんだ。当選落選に関わらず全員に日産からメールが届いている。メールが届いていなければそもそも抽選にエントリーできていなかった可能性がある。落選者にはどんなメールが届くの？これが落選メールの内容。ここに書かれている通り補欠抽選が行われる可能性がある。当選した人がキャンセルした分を落選した人から再抽選するんだね。ニスモ Z の申し込みが9月30日までで、再抽選メールは10月6日に届く。外れちゃった人も再抽選で当たるといいね。うちに届いた当選メールがこれ。当選と当選番号、受付番号がある。受付番号は抽選申し込み完了で届くメールに記載されているものと同じだ。ニスモの当選キャンセルしたらどうなるの？下の方に書かれているように基準者の順番に戻れる。2023年度分のニスモ Z は200台で、すでにディーラーでの発注入力が可能になっている。毎24分の基準車もすでにオーダー入力可能だ。ディーラーでの発注入力はニスモも基準車も11月10日まで。受付番号とは別の当選番号って何？今までの情報は日産からのメールや日産からディーラーへの文書を元にしている。ここからは日産から公式の声明がない話。当選番号はニスモ Z の生産順になる。つまり当選番号0001の人が1代目、1200が1200代目だ。うちは24代目だね。2023年度は200番までの人の分が生産される。この当選番号は基準車の注文順とされていたが、 LINE グループで大きく外れている人が当選番号も抽選になったというディーラーもいるというので、 LINE、Facebook、YouTube で皆さんから注文日と当選番号を教えていただいたのがこれ。サンプル数が少ないけど大体比例してそうだね。一つだけ4月後半で大きく外れているが、これは後に訂正されて120番あたりだし、ここに大雑把だけど線を引いてみる。自分の注文日を見て当選番号がこのライン近辺でなければ当選番号がおかしい可能性があるかも。ディーラーで基準車を注文した日がメーカー発注日と一致しないケースもあるようです。ディーラーの販売員が後日に入力していると遅くなる。先の4月後半の方はディーラーの合併で注文日がおかしくなっていたらしい。自分の注文日と当選番号が一致しなそうならディーラーからメーカーに確認してもらうなどしてもらうと良いかも。201番以後のニスモの生産順は現在のところ明らかでありません。年度に200台ずつ作るという説と基準車の順番通りに作るとする説がある。待ち遠しいね。うん、早く乗りたい。ご視聴ありがとうございました。